YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。野村克也さん、 WBC 小林大好き。グラウンドに行ってみるの楽しみ。野球評論家の野村克也氏81が2017年3月26日深夜放送の TBS 系 S1 日曜深夜0時半に出演し、巨人の小林誠司捕手27を久しぶりに見る名捕手とベタ褒めした。野村氏は、小林を久しぶりに見る名捕手、俺の脳裏に焼き付いていてしょうがないと褒めると、さらに WBC 準決勝米国戦での6回、ジョーンズの2投を刺したシーンを解説。ナイススロー。ボールを取ってからも速い。無駄がない。肩に自信があるんだろうな。もう長生きはできないだろうけど、小林を見るのを楽しみにグラウンドに行きますよと絶賛した。これに小林は嬉しいです。いい評価をしていただきありがとうございます。とにかく必死に泥臭くやることが大事だと思っていたので、チームが日本一になれるようにしっかり頑張っていきますとコメント。この言葉に野村氏は、高橋監督は万々歳だねとぼやいた。みんなの声。 WBC で得たものは個々人あるだろうけど、一番成長したのは小林だろうな。巨人は出した以上のものが返ってきて球団としても嬉しいだろう。最近優しいおじいさんになった。今回の WBC で能力開花したのは確か。今年の巨人に期待も、補強選手の不振には不安、笑い。小林が侍ジャパンに選出された時、阪神ファンが小林より梅野の方が上と書き込んでいたが、梅野ならあの活躍は難しかったと思う。小林を正捕手として目をつけ起用した小久保監督が良かった。ノムさんは現役の時は打撃もできる捕手だったけど、やはり本人が望んでいるのは打てることより、投手から本当に信頼される捕手なんですよね。事実古田を育てた時はまず打撃よりリードを徹底的に指導させましたからね。ノムさんが巨人のしかも捕手をベタ褒め、大丈夫か。シーズンでも活躍を期待してます。巨人の一番の補強は小林の成長やな。一番成長したのは国語。野球が好きで仕方ないじいさんだな。まあ小林もすごい成長したなーって思う野球ファンも多いし、小林に関してはWBC に出てよかったなと思うわ。野球は名捕手だと思います。今年のジャイアンツは強いと改めて思いました。やはり経験が人生では大切だと痛切に思います。ノムさんも最近は優しいですね。阿部選手も特訓した回があって嬉しいだろうな。野村さんの年齢がもっと若かったならば、侍ジャパンの監督をやってほしかった。野村氏には、巨人のバッテリーコーチになってほしい。小林選手、素直に嬉しいだろうね。巨人のオープン戦の成績が良くなかったのは、正捕手がいなかったせいなんですか？野村さん、最近妙に優しい。張本さんを反面教師にしたのかな。ノムさんは昔三流は無視、二流は称賛、一流は非難って言ってたから、言葉の真意がどこにあるのか。期待
されていると思うけど、ノムさんって選手の見る目はいいから、小林も古田さんみたいな名選手になるのか、少し楽しみだな。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。